こんにちは、ドローンレースチャンネルのマサビです。今日はシミュレーターベロシードローンをねちょっとねやっていこうかなと思います。ベロシードローンをねやる前にこうねこれねホイリンクっていうシミュレーターのドングルが届いたので、それをね使って今日はやっていこうかなと思います。で最後にこれプレゼント企画であるんで、プレゼントもありますんで、よかったら最後まで見てください。皆さんの中でケーブルって何を使ってる方が多いですか？有線のこういうケーブルを使ってる方、結構こういうのを使ってる方ね多いと思うんですけども、このプロポのねこれは後ろ、そのままパソコンにつないでっていうやり方ありますよね。こういうのもあるんです。これが多分2、3000円で売ってますよね。で、今まで使ってたのがモンテドングですね。こちらの方を使ってました。で、今回届いたのがホイリンク。ちっちゃくて可愛いですよね。かなりちっちゃくなりました。去年やってたレースとか練習してたコースを試してみようと思います。まあ、今年もねやってたところ何箇所か試してみて、どれぐらいタイムが縮まるか縮まらないものなのかやってみようと思います。これをねこの画面からシングルプレイヤーで、まあ好きな機体でやってください。で去年の JDA2019 の宇都宮っていうのがあったんで、それをねやってみましょうか。去年のタイムが55秒、実際今朝更新しちゃったんで58秒とか57秒前後だったと思うんですよ。それをさらに更新できるかどうか、ホイリンクに変えてじゃあやってみようと思います。レッツゴー。よいし、滑らかなんですね、ここ動きがね。これ去年までできなかった動きができるようになったような気がするんですね。やべ、ちょっと今自分のラップタイムを見ちゃったのが余裕かましちゃったね。まあ、こういうのをシミュレーターと練習できるんでいいと思いますね。これ本ちゃんでね失敗すると結構機体が傷んじゃうんでね。よし、あ、やべ、3回とも当たっちゃったな。まあ、これではちょっと更新できないと思うんで、まあだいたい参考タイムねどれぐらいか。もうけど、あと去年のタイムよりは速くなってますね。失敗しなきゃ更新できそうな感じですね。丁寧にいってみよう。解像度がいいんで滑らかに動くんですね、動きが。まあ速い人のねシミュレーターねやばいですよ。こう無駄な動きが、極力こう無駄なこうライン取りとかそこら辺とかねすごいんでしょうけど、そこまでちょっとまだね指ライン取りができなくて、タイムもね高度も安定しないんですけど、まあ、とりあえずこのねホイリンクのそのよいしょ違いをね見せつけようかなと。おりゃどうだ、出た、53秒、いけるな。どこまでいけるか、ちょっとあと5、6本やってみましょうか。ロスタイムがないですね、タイムロスがないですね。おい、いい感じ、今のいい感じ、今のが続けられるんだけどね、大体当たるんですね。やっぱね3周目はねちょっとね安牌に発信したんですね。
大事にいっちゃいますね。よし、51秒お、まあ、順位は変わんないですけどタイムで縮まりますね。まあ、ラストぐらいにしましょう。よし、3周目なんで頑張って合意そうですね。ラスト、おお、50秒7、結構ね、やっぱね去年より7秒ぐらいにタイム縮まりましたね。これホイリンクのおかげでかいですよ。こう動きが滑らかにできるんで、リカバリーができる。だから実際飛ばしてる感じに近いですね。実機を飛ばしてる感じにね。ホイリンク HR、 これを届きました。開けるとクイックリファレンス、クイックリファレンスがあって、でバインドの穴がありますよ。でマニュアルはこちらっていうのがありますね。ベースの販売サイトでノンソヤグラフィックさんですね。無線コンバーターホイリンク7500円、F ターバー、 FR スカイでお使いいただけます。解像度は他の機器の8倍、0から2047、2048段階ね。今までのは8ビット、255、256までですね。60Hz でできてるんで結構ね早いですね。これの使い方、シミュレーターをするんであればこういうのおすすめですね。特に Mac だともう Type-C しかないものが多いので、 Type-C をさせるやつがあると Mac とか Windows でもね今こういうの多くなってきたと思うんで、はい、こういうのがあると。でそれでシミュレーターやるにはこう LAN ケーブルがさせるものがねあった方がゲームはすんなりいきます。Wi-Fi でねまたね遅くなっちゃったりするんで、でこれに差し込んでいきます。よいしょと。今赤から緑になったら分かります？赤から緑ね、赤緑、これが最初に光ったのがその受信機モード、双葉 FR スカイ、 FR スカイの EU に変わっていくんですよ。赤が双葉、緑が FR スカイ、オレンジが FR スカイ EU モード。これちょっと一回ここ刺したままここね長押していきます。これ今バインで変わったと思うんですけども、よいしょ、これ赤だったね、変わってないね。長押し1、2、3、変わった。今赤に変わりましたね。これね赤はね受信してない状態なんですよ。赤は受信してない状態ね。さっきまでは緑でしたね。よいしょと。緑、赤。緑だから FR スカイのノン EU モード。で、今電波は受信してません。で、もう一回押すと。はい。変わりましたね。よいしょと。あれ？緑？同じく緑だな。あれ？あれ？緑だったね。変わってないね。赤、赤、さっきのオレンジだったんだ、分かりづら。今赤ですね。最初に赤光って赤で、今プロポの電源入れてるんですよ。でプロポの電源を入れてますね。はい、これで双葉受信できていることが分かります。これね双葉の場合は
最初に赤、緑、緑だとバインドができた後ね。でまずはねバインドの仕方、最初にねこのねモードだけねやっといた方がいいですね。モードやっておかないとバインドしようとしてもダメなんで、プロコの電源をね入れちゃいます。入れてますね。で近くに置いておきます。プロコは近くに置いておきます。でそれでここのボタンを押しながら差し込みます。よいしょと。今赤緑で今バインドできてんでね、多分一回もう覚えちゃってんでね、あれなんですが、ここね押しながら差し込みます。ああそうそう、今バインドした、今バインドした。あけどこれちょっと変わったかな。赤、うん、あの点滅したのがバインドしてる時ですね。よし、ピントが合ってない、ごめんね。はいはい。でこう蓋をね、でこの状態でプロポン電源落とします。ね、バインドが外れると赤になります。バインドできると青、これでバインドができてますね。これでバインドができてるってことで、だから最初に説明書だと受信プロトコル変更からの確認とかになってるんですけど、最初に、ね、確認しとくとでいいですね。で一番最初は双葉になってるんで、双葉の方はもう最初からバインドすればいいみたいですね。 FR スカイのノン EU モード、 EU モードの人はまずは受信のねプロトコル、その FR スカイとか双葉とかをねまず最初に決めちゃいましょう。ここ押しながらね、長押し でそれでそれが決まって合った時に次に押しながら刺してバインドしましょう。はい、こんな感じ。今日はベロシードローンのシミュレーターをやってみました。で新しくね届いたホイリンクね、ホイリンクのドングルを使ってどれぐらいタイムが縮まるかやってみました。結構想像以上にタイム縮まったんじゃないかな。実期間が経って少し上手くなったのもあるんですけども、操作がね確実にねやりやすいですね。多分 1,2 秒はすぐねタイムが縮まると思います。で飛ばす時の優しいフィーリング、こうやってね、そういうのには実機に近いんでやりやすくなりますね。はい。でこれに関してシミュレーターの能力、あとはいろんな周りの周辺機器にことがあると思うんですよ。スムーズに動くか動かないかね、それについてはまた今度ね、やっていこうと思いますんで、そちらの方もねよかったら見てください。はい、じゃあ今回はこれ、はい、視聴者プレゼントでやってきますので、概要欄の方にねリンク貼っておきます。でこれをね2名様に今日ね見てくれてる人にプレゼントしたいんですけれども、 Twitter、Instagram をフォローしてリツイートしていただいた方にプレゼント の応募権利が発生します。で応募に関してはお知らせをねコメントとかでねやりましたよみたいなことを一言書いて、感想ね、今日の感想とかね書いていてくれれば調べますので、できればハッシュタグドローンレースチャンネル、英語でねドローンレースチャンネルをつけてツイートしていただけるとありがたいです。まあ、Facebook でも何でもこう SNS だったら大丈夫です。連絡を多分 SNS 上で取ると思うので、 Twitter、Instagram、Facebook かなあると連絡が取りやすいんですよね。そちらの方でリツイート
の動画のコピーありだじゃないですか、そちらの方でね、リツイートしててくれれば助かります。ではで登録人数が今1790人ぐらい、1900人2000人の時になった時に抽選会やりましょうか。それぞれね一人ずつ発表していきましょう。じゃあそれまでねお楽しみに、よろしくお願いします。今日の動画面白いと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。応募の方もよろしくお願いします。それじゃあバイバイ。